何してたの？お休み中ってさ、思ってる人もいっぱいいるかなって思うんですけど、大したことはしてない。マジで、ゴロゴロ休んだ。それぐらい。いや、まずはさ、動画投稿したりなんだり、告知のツイートしたりなんだりさ、結局スイちゃん、休んでないじゃんみたいなさ、感じに思ってる人ももしかしたらいるんじゃないかなと、スイちゃんはね、思ったんですわ。なんだけど、ここで、言わせてもらいますが、動画投稿と、ツイッターのつぶやきっていうか告知のツイートはね、マネージャーに任せてたんですわ、実は。さすがにさ、やった推しの子アニメからみたいな、そういうやつはさすがに自分でツイートしてますけど、あれマネージャーがツイートしてたらきしょいだろ。スイちゃんのツイッターアカウントで何やってんだよって感じじゃん。あれとか、乙女ゲー買いましたみたいなやつとかも完全にスイちゃんだけど、悪水はなかった。もちろんリプライも全部スイちゃんだけど。乗っ取りやん、それは。そのマネージャー押すなって。だから、一回もしてない日とかもあったじゃん、多分。そういう日とかもあって、もうほぼ、ツイッター見てなかった。本当に。マジで。だから、なんか、情報がね、全然入ってこなくて。何も知らない。今、浦島太郎なんだよな。ガチで。なんか昨日さ、明日復帰だしと思ってさ、めっちゃツイッター見てたらさ、なんか思いのほか情報がたくさんあって、リツイート祭りだったんだけど、あとさ、そう、マネージャーちゃんがツイッターの告知文とかやってたわけなんだけど、マネージャーサムネの付け忘れがやばくて、スイちゃんが、あ、マネちゃんサムネ付け忘れてるから再投稿してもらえますかとか、めっちゃ言うてたんだけど、でもなんかさ、かわいそうじゃん、ツイッターとかでさ、マネちゃんがサムネつけ忘れてましたから再投稿になりましたみたいな言うとさ、かわいそうだなと思って名前はなかったんだけどさ、なんかそしたらさ、スイちゃんなんか最近ポンだねみたいなこと言われて、違うし、スイちゃんのポンじゃねえし、マネちゃんのポンだしと思って、ちっけえしってなっと、ちっけえし。普段やらないからね。なんか、もし次、また長期休暇して、また告知ツイートお願いしますみたいになった時はね、もう手慣れていることでしょう。ありがたかった。すごい助かりました。でも、いろはちゃんのタグは間違えたよね。はい。すいません。それは、私のポンです。それは、孫うことなき私のポンですわ。このままスイちゃんのポンですわ。